推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。今回はミッシングの総集編に前日探であるスイートドリームスの捜査記録付きだよ。この女の子はミッシングで行方不明になっていた。そう、彼女の名前はリー。黒によって誘拐された被害者だよ。今回はパートの合間にスイートドリームスの捜査記録を挟むという形で進んでいく。概要欄にタイムラインがあるからうまく利用してくれ。それで、この子に何があったんだ？リーは引きこもりでね、母親に言われてボーダースプリングスに旅行することになった。家族は来ないのか？彼女の母親は鉄道会社の CEO で忙しい、父親も相応の地位なのだろう。その車内で彼に出会ってしまったらしいんだ。あ、すいま。せん。あ。見覚えのある顔が心配そうに私を見つめている。あ、お怪我はありませんか？いいえ、大丈夫。前をよく見て。なくて。私は彼に目を細めた。この垂れ下がった目と神経質な態度。誰かに似ているような。前に会ったことある？知り合いだったのか？黒の外見は目立つから、一目見れば忘れにくいと思うが。ナンパですか？なんですって？違う。いいえ、そうじゃない。ごめんなさい、馬鹿げた質問だった。いえ、全然そんなことはありません。僕は黒です。彼は恥ずかしそうに自分自身を身振りで示した。僕はここで働いています。何か必要があれば喜んでお手伝いいたします。わかったわ、ふわー。私は彼に向かってあくびをしてしまったけど、すぐに冷静になった。ごめん、失礼だったわね。退屈だからあくびをしているわけじゃなくて、とても疲れているの。私は自分の失礼な態度で相手を怒らせていないことを願いながら首を振った。今日は何をしてしまうかわからないわ。大丈夫です。長い旅だったのですね。一日中旅行していたの。目の下にクマがありますもんね。そんなに目立つ？いえいえ、あなたは完璧です。そうだ。カフェイン入りの飲み物はいかがですか？我々が負担します。ぶつかってしまったお詫びとして。こいつは本当に黒なのか？私たちが知っている黒は。やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。今回はミッシングを捜査していくよ。どんな事件なんだ？主人公の友達が行方不明になったらしくてね。あろうことか主人公は単身で犯人だと思われる男性の家に行ってしまったらしい。大変じゃないか。ああ、その人物が犯人なのかはわからないけどかなり危険だ。早速捜査を始めるぞ。何を笑っているの？あなたのポラロイドを私のノートに追加したの。あまり写りは良くないね。そこじゃないわよ、ほら。あなたはこのノートの中に永遠に保存されるの。それってクールじゃない？そうなの？それは。素敵だと思う。そうでしょ？数年後にこれで、夏のいい思い出を振り返りましょう。私たちが永遠に友達でいられることを願っていた。私の友達は一週間以上も行方不明だ。地元警察の捜査はうまくいかなかった。ここは小さな町だし、こんな行方不明事件は稀で滅多にないことだ。彼らの捜査が進まなかったのは、こういう事態に対処する能力がなかったからだと思う。または単に無能だっただけかもしれない。だから、私は問題を自分の手で解決することにした。私は疑念を抱いた。実際、私はしばらくの間彼のことを疑っていた。具体的な証拠があるわけじゃない。彼はコミュニティ内では好かれている男性だ。ただ、不快な直感を感じた。そして私は気がつくと、郊外の小さな家の外に立っていた。私はノートに目を落とした。計画は公的調査を装って彼の自宅に入ることだ。まさか、これで本当に入れると思ってるのか？焦りでかなり無茶な計画を立ててしまったか。こんなの一発でバレるぞ。刑事になりすまさないといけないから、見つかったら大変なことになるかもしれない。だけどうまくいけば、友達に何が起こったのかを知るために必要な証拠を集められる。それか私が間違っているかもしれない。おそらく彼は無実で、私は自分の直感に任せて物事を不釣り合いに飛ばしてしまっているだけだ。私は家を見た。シンプルな平屋建ての建物で、アットホームに見える。パティオには植物やその他の装飾品が飾られていて、
芝生はきれいに手入れされている。私はそんな平和そうな家に侵入しようとしていることに罪悪感を覚えた。だけどその感情は徐々に恐れに変わってきた。正面玄関に近づくと背筋が寒くなる。私は屋外に立って、片方の足を踏み出した。これだ。続けるべき？撤退するのならまだ間に合う。このまま続けるのは無茶だ。そうだね。だけどここで撤退したら何もわからない。行くしかないのか。確かに私は緊張していた。緊張しているけど、自分の目的は友達を見つけるのに役に立つかもしれない手がかりを探し出すことだと決意した。私はドレスのシワをすぐに伸ばして見栄えを良くした。決意を新たにして、ドアをノックした。中から小さな音が聞こえる。少しお待ちください。近づいてくる足音が聞こえる。ドアがきしみながら開き、フレンドリーな顔が私を迎えた。街中で彼を何度か見かけたことがあるかもしれない、著しく珍しい外見に私はいつも驚かされる。いかがなされました？彼の突然の質問は私を呆然とさせた。あ、そう。私は偽の身元と偽のバッジをポケットから取り出した。私はボーダースプリングス警察署のクイーン刑事です。あなたは黒さんですね？黒は私が急いで作ったバッジを見つめた。一瞬、彼が気づいたんじゃないかと心配したけど、彼は私に肯定的な笑顔を向けた。確かに私です。現在進行中の行方不明者の捜査に関連するいくつかの質問をするためにここに来ました。中に入ってもよろしいでしょうか？完璧だ。リハーサル通り。彼は一瞬私を見つめた。行方不明者の捜査ですか？私はうなずいた。すべての神経が緊張し、手のひらが汗ばみ始めていた。彼はしばらく考え込み私を見つめた。すると、彼はまた微笑んだ。わかりました、刑事さん。どうぞ入ってください。黒は扉に入るように身振りをした。私は熱心に中に入った。私が中に入ると、彼は私の後ろでドアを閉めた。家の中を見回す前に、すぐにゲストエリアに案内された。こんな格好でごめんなさい、刑事さん。仕事から帰ってきたばかりで着替えていなくて。彼は自分の服装、地元の駅の乗務員に支給される標準制服に向かって身振りで示した。お茶を入れてきます。何がお好みですか？何でも構いません。お気遣いありがとうございます。わかりました。すぐに戻ってきます。快適に過ごしてください。私はテーブルに座り、黒が部屋を出ていくまで彼を視線で追っていた。周りを見るいい機会かもしれない。どう思う？間違いなく偽の刑事だと気づかれているだろうね。包丁でも取りに行ったか？可能性はあるけど、だからこそチャンスだ。調べるのか？彼に質問をしたとしてボロが出るとは思えない。となると、真相を知るためには証拠を見つける以外他にない。わかった、証拠を探してみよう。彼がいないのを利用して、私は急いで席を立ち廊下に向かった。これは、驚くほど長い廊下だ。外から見ると確かに小さく見えたのに。廊下の突き当たりの部屋から黄色い光が漏れているのを覗いて、照明はすべて消えている。恐る恐る、その部屋のドアノブを回して中を覗いた。そこはウォークインクローゼットだった。洋服はクローゼットロッドにきちんとかけられていて、すべてが色別に注意深く配置されている。青、白、黒。私はワードローブの奥深くを少し歩いた。個人が衣類用の部屋を持っていることに驚いていた。そしてその時、私はそれに気づいた。手袋でいっぱいのテーブルの上に目立たないように置かれ、血痕がついたペアは他のペアから外されている。もっとよく見るために震えながら近づき、必要な証拠を取ろうと手を伸ばした。新しい手袋を取りに来たのですが、あなたの方が早いとは思いませんでした。突然の音に飛び上がりそうになった。おずおずと黒の方を向くと、彼は出入り口に寄りかかっていた。私が位置を変えると、彼は私が血のついた手袋を掴もうとしていることに気づいた。ああ、それですか。彼は笑った。先日、ウサギ狩りをしまして。心配しないでください。免許は持っています。それは理解できた。この季節には、ボーダースプリングスの多くの住民が野生動物の狩猟に参加する。だけど、それにもかかわらず私はまだ悪感を感じていた。さて、あなたのような若い女性に私の服を見られるのは少し不快です。今日は捜査を終了してください。ちょっと用事を思い出しまして。
私はおとなしくうなずき、彼がこんなひどいタイミングで私を捕まえたことを恥ずかしく思った。すぐに彼の家から連れ出されてしまった。エンディングに、手ぶら。つまり、ウサギを仕留めたから血がついたってことか？ありえない話じゃないが、気になるところがある。血が指先に集中していたことだ。そういえば、手袋の指先にばかり血がついていたな。もしあの手袋を人間に使っていたとしたら、どういう使われ方をしたと思う？手術みたいな使われ方か？考えたくはないけど、そうだとすると友人は死んでしまっている可能性が高い。だけど、そうだとしたらなんで主人公は殺されなかったんだ？単純にその後のことを考えて穏便に済まそうとしたのか、あるいは独自の基準のようなものがあるのかもしれない。とにかく、もう少しタイミングを計らないとダメだな。ここまで視聴してくれてありがとう。黒が何を考えているのか気になる人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。さて、緑茶をもらってしまったね。ついでにあの迷惑カップルもな。主人公がもらうタイミングにつけ込んで自分たちも無料で飲み物をもらうとはね。何をもらったか知らないけど、今はこの緑茶を飲むか考えないとな。飲まない方がいいと思うけど、リーが誘拐されるのは確定している。私たちが何をしても彼女を助ける。私はカップを手に取り、ためらいながら一口飲んだ。なんだ今の？強制的に選択肢が消滅したのか？なぜそんなことが。緑茶は濃厚で風味豊かで、滑らかな心地よい香りがした。私はさらに飲んだ。うわ、これ。美味しい。彼は顔を輝かせた。気に入ってもらえて嬉しいです。私は向かいの席を指さした。私も座ってよろしいのですか？その。あ、申し訳ありません。私は、限度を超えるつもりはありませんでした。ただ、電車に人が乗ることがほとんどないので、勤務中に他の人とお話をする機会があまりないのです。彼は恥ずかしそうにしていて、私は罪悪感を感じた。いえいえ、大丈夫。座っていいわ。ありがとうございます。ため息をついた。私は他人に嫌と言えない。特に相手が迷子になった子犬のような表情をしているときは。彼は優しい笑顔を浮かべながら私の前に座り、私は初めて彼をじっくり見ることができた。白い髪、赤い目、長いまつげ、そして優しい表情。とても、この世のものとは思えない。きっとこんな特徴的な人を知っていたら覚えているはず。それにしても、この奇妙な騎士官は何なの？できる限り黒の情報を引き出したい。こちらから話をしよう。今の黒はリーに出会って浮ついているからな。何か重要な情報をこぼすかもしれない。私は社交が得意ではないけど、彼のことをもっとよく知りたいと思った。私は会話をすることにした。それで、私は何か、何でもいいから言いたいことを必死に考えた。あなた、その。私の目は彼の色のない髪に止まった。あなたは、白髪なの？そうね。これはひどい。ひどすぎる。この世のあらゆる髪に、彼が今の詮索に腹を立てないよう祈った。彼の顔には少し困惑した表情が浮かんでいる。気に入りませんか？え？いいえ。違う、全然そんなことない。ちょっと変わってるだけ。ミッドポートでも白髪の人を見たことがなかったの。ミッドポート？あの大きな港町の？ええ、行ったことある？ちょっと恥ずかしいことなのですが、私はこれまでボーダースプリングスから出たことがないんです。そうなの？お母さんが言ってた、周囲の地形が険しくて退屈な田舎町からボーダースプリングスに行く唯一の方法は、特定の列車を利用するしかないらしい。交通機関へのアクセスが容易な人なら、他の場所に旅行したり働きに出ているものだと思ってた。ということは、これまでずっと特定の電車で働いていただけで、ふるさとを離れて新しい場所に行くことはなかったの？彼は恥ずかしそうに地面を見つめている。私は、この電車が好きなんです。なあ、もしかして、リーのことを待っていたのか？そんなのリーが戻ってくることがあらかじめわかっていないと無理だ。一体、どこで情報を入手したというんだ？彼は明らかに他にも理由も持っているけれど、滑稽な言い訳は愛らしかった。可愛くて仕方がない。何か？なんでもない。楽しかっただけ。
私もです。私にとって、他人と話すことは大変だった。適切な話題、適切な言葉、適切な振る舞い方を見つけるのに苦労することがよくあった。だけど黒と一緒にいると、ただ自分らしくいることに、不思議な心地よさを感じる。まるで昔からの友達とただ近況を語り合っているみたい。こんなに楽しく誰かと話したのは久しぶりだった。会話を続けたかったけど極度の疲労が蓄積し始めていた。まぶたが重くなり、動きが鈍くなる。眠気を振り払おうとまばたきをしたけど、無駄だった。やっぱり薬を盛られていたか。どうやら、ここまでのようだね。ごめん。疲れているの。黒は首を振って微笑んだ。こちらへ。彼は前に傾き、自分の額を私の額に優しく押し付けた。何を。彼は手袋を外して、私の顔の横に手を置いた。私は後ずさりしようとしたけど、彼は私をしっかりとその場に留めた。動かないで。顔が熱くなるのを感じる。瞬時に明晰な感覚が私を圧倒して、目が覚めたように感じ始めた。え？活力を得た私は顔を真っ赤にしながら後ずさりした。何をしたの？黒は後ろにもたれ、微笑みながら手袋をはめ直した。そして冗談を言いながら席を立ち上がった。これで目が覚めましたね。意外にも生意気ね。私を驚かせて起こしたの？そう言えるかもしれません。あ、他の車両の仕事を忘れていました。もう行かないと。彼が立ち去ろうとした時、私は自分が彼の後を追って呼びかけていることに気づいた。あ、黒。彼は少し驚いて私の方を向いた。なんですか？数ヶ月はボーダースプリングス周辺に滞在する予定なの。私、正直に言うと友達があまりいなくて。だけど、私たちはうまくやっていける気がする。それで、いつか一緒に遊ばない？あなたが近くにいるときに。本当に？私はうなずいた。自分の大胆さに顔が熱くなる。こんなことをするのは私の性格からかなり外れていて、緊張感が徐々に高まり始めていた。だけど黒は気づいていない。実際、彼自身もかなり圧倒されていた。あ、遊びます。はい。ボーダースプリングスを案内します。うん、それは楽しそうね。約束ですよ。いいですか？彼は小指を差し出していて、その子供らしい仕草に思わず笑ってしまった。私は手を伸ばし、彼の小指に自分の小指を引っ掛けた。約束する。黒は興奮して体を前後に揺らしている。ありがとう、リー。必ず君を幸せにするよ。彼は何かを突然思い出したかのように、歓喜の途中で止まった。あ、興奮しすぎてまた忘れるところでした。他の車両でどうしても終わらせなければならないことがあるんです。彼は私に恥ずかしそうに笑顔を向けた。すいません。ちょっと用事があるので、出発時間になったらまた連絡します。ここで待っていてくださいね。後で見つけに来ます。彼は客車を出るときに手を振って別れを告げた。私も小さく手を振って答え、窓から流れていく景色を眺めた。新しい友達ができたことで、胸が温かくなりウキウキしている。結局、ボーダースプリングスへの旅行はそれほど悪くないのかもしれない。エンディング1、古い友人。いや、おかしいだろ。体内に入った薬物の影響を、触れただけで消したのか？それに名乗ってないのにリーの名前を当てた。どうなってるんだ？リメちゃん、なんだか。それじゃあ今度は黙ってみるか。ああ。確かに私は彼に座るように誘ったけど、正直に言うと私はあまり社交的な人間じゃない。実際、私はこの知らない人の話にほとんど興味がない。内向的な私への労は。だからあなたには友達がいないのよ、リー。私は何を言っていいのかわからず、しばらく不快な沈黙の中で座っていた。しばらくして、黒が主導権を握ることになった。ボーダースプリングスに来たきっかけは？ただ行くことになっただけなの。どちらから？ミッドポート。あ、ずっとそこにいたのですか？あの大都会に？そこに住んでいるの。彼の目に好奇心が見える。最後にボーダースプリングスを訪れたのはいつですか？多分10年くらい前かな？わからない。
なぜ戻ってくるのに時間がかかったのですか？私は本能的に前髪が額の傷をちゃんと隠しているかどうかを手を伸ばして確認した。額の傷？まさか、その傷をつけたのが。私は。ここは答えよう。この情報は私たちも知りたいからな。それにしても、質問の質が変わってきたね。ああ、質問というより尋問だ。私はため息をついた。子供の頃に事故に遭ったの。私は何が起こったのかあまり覚えていなくて、両親も話してくれなかった。だけどその後すぐに私たちはミッドポートに引っ越した。お父さんは私をボーダースプリングスからできるだけ遠くに置きたいと考えたの。お母さんは気にしていないだろうけどね。ただ私を部屋から追い出して仕事の邪魔をしないようにしたかったんだと思う。黒は笑った。事故ですか？彼は私をじっと見つめ、その強い眼差しは私を不快にさせた。それは、何が原因の事故でしたか？私は神経質に、はみ出ていた髪の毛を引っ張った。事故の記憶は再び思い出したいものではなく、思い出すこともできないものだった。自分で思い出そうとしてみても、せいぜい何も思い出せないかぼんやりとした気持ちになったりするだけだった。そして両親の主張があったにもかかわらず、私は何かが異常な事故だったことを理解している。10年前のあの夜、私は死にそうになった。私は首を横に振った。なぜ思い出せないの？何かが私から逃げて、パズルのピースを失った。だけど一つだけ確かなことがある。あの夜、その場にいたのは私だけではなかった。息苦しさを感じ始める。10年前のあの日、一体何が起きたの？肩に置かれた手によって現実に引き戻され、黒を見上げると彼は心配そうな笑みを浮かべた。大丈夫ですか？私は震えながら息を吸い込み、うなずいた。大丈夫。ごめんなさい。知らない人にこんな話をするつもりじゃなかった。黒は首を横に振った。いえいえ、私があなたに尋ねましたから。気を使ってくださりありがとうございます。ええ？気にしないで。あなたともっとお話をしたいのですが、他のお客様の対応もしなければなりません。ですがすぐに戻ってあなたのカップを受け取ります。私が戻るまでここにいてもらえますか？え？まあ、どうせ予定はないからいいわ。黒は笑った。素晴らしい。それではまた来ます。お話できて楽しかったですよ、D。彼は席から立ち上がり、軽くお辞儀をしてから客車を出て食堂車に向かいドアを閉めた。私は彼が去るのを見守り、神経質にそわそわした。彼には何か、不快感を感じる。私はため息をついた。私は知らない人とうまく付き合うことが一般的な人に比べて苦手だ。彼は私に対してずっと親切だったのに、私は彼を好きになろうと苦労している。ああ、そっか。彼と仲良くなろうと最善を尽くしたけど、無料で飲み物をもらったら彼に何も借りはない。電車から降りたら後は別れを告げて別々の道を進む。私は窓の外を見つめた。静寂が浸透しつつある。え？私は振り返り、後ろの席を覗いた。座っていたカップルがいなくなっていた。なあ、そういえばさっきも。ああ、全く登場しなかった。どこかで降りたに違いない。それなら静かだったのも無理はない。私は空になったカップに振り返った。温かい飲み物を飲むのは良かったけど、むしろ前よりも眠気が強くなった。カフェインが効いていないようね。動こうとしても体が重く感じる。え？あれ？私は頭がぼんやりして、席に倒れ込んだ。何が起こっているの？携帯電話を取ろうとしたけど、手が動かない。誰かを、呼ばなきゃ。近づいてくる足音が聞こえ、心配そうな声が私に呼びかけた。あ、リ、大丈夫？本当に。疲れているみたい。自分が意識を失いそうなのを感じる。ほら、手伝うよ。黒は手袋を外し、私をまっすぐに座席に引き寄せた。彼は私の頭を自分の肩に乗せ、顔にかかった髪の毛を優しく払いのけた。かわいそうに。きっと疲れたんだね。眠っていいよ。全部僕に任せて。好きなだけ休んでいい。君が目を覚ますまで僕が世話をする。私は疲れすぎて何も適切に処理できない状態でも、彼の助けに感謝するためにブツブツお礼を言った。
彼の指が私の髪を優しく撫でる。その心地いい動きが私の視界がぼやけて世界が暗くなる前に、私が覚えていた最後のものとなった。前髪が長くなったね。君は昔、僕より背が高かった。君はとても変わったね。だけど僕は君がどこにいても認識できる。約束を覚えてる？君は僕と永遠に一緒にいると誓った。またどこかに消えたりしない？ははは。消えるだろうね。君はまた僕から離れて、僕を捨てる。だけどいいんだ。ほら、僕も変わったんだよ。もう君に抱きしめてもらう必要はない。僕が二度と君を手放さないから。もうすぐ到着する。良い夢を、リー。僕たちには追いつくべきことがたくさんある。エンディングに、良い。もういい、レム。ずっと違和感を感じていた、その正体がようやくわかったよ。自分の醜い部分を見せようとせず、目的だけを達成させる。黒、君はストーリーをいじ。やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。行方不明となった友人を探し、直感的に怪しんだ黒という男性の捜査をしに来た主人公。彼の家で血まみれの手袋を発見するも友人に関わる証拠は見つけられなかった。あくまでも直感だから黒が犯人じゃない可能性もあるが。とにかく、彼をもう少し捜査してみよう。私は安全策を講じ、古いメモを見ながらしばらく待つことにした。ポケットの中からノートとペンを取り出し、ページをめくる。あ、彼がいた。黒。彼に関する情報はあまり見つからなかった。ラストネームさえ見つからない。彼はソーシャルメディアを使っておらず、親しい友人もいなかった。彼は一見おおらかだけど、ほとんどの時間を自分に使い続けるらしい。私はイライラして目をこすった。私は先週、秘密裏に彼の尾行を続けていたけれど見つけたのはこれだけだ。彼があまりにも普通で退屈な人生を送っているから、私は彼に同情しそうになった。だけどそれにもかかわらず、私の本能が彼は危険だと告げた。そしてそれが私が今ここにいる理由だ。キッチンで水の流れる音が聞こえ、思考が途切れた。二度目のチャンスだけどどうする？前回は飲み物を取りに行くって宣言しただけだが今回は水を使ってる。前回よりも時間があるかもしれない。よし、それなら家を見て回ろう。彼がキッチンで何かに気を取られているように聞こえたから、この時間を利用して家の残りの部分を探索することにした。私は静かに席を立ち、暗い廊下を急いだ。照明が全て消えていたから、部屋から部屋へ移動するのはかなり困難だった。私は廊下を通り、各部屋を一つずつ覗いた。トイレ、倉庫、寝室、そして最後にクローゼット。私は疲れて目をこすりながらため息をついた。こんな状況だと何を見るのにも困難だった。クローゼットから出ようとした時、私は敷物の上で一瞬滑った。くそ。私はすぐにずれた敷物を矯正しようと動いたけど、その途中で奇妙なことに気づいた。その下に、ドアが隠されていた。心臓の鼓動が速くなるのを感じる。慎重に、重いドアを持ち上げて中を覗いた。完全な暗闇だ。私は一歩降りた。さらに降りた。最後まで降りた。もう、私の目は薄暗さに慣れている。ここは変な匂いがする。匂いを防ぐために口を覆ったけど、空気は関係なく体内に浸透した。そして、目の前に現れた。壁に散りばめられた。行方不明の友達の写真。どの写真にも赤いインクで落書きがされている。彼女に対する愛の表現と、彼女に干渉しようとする人に対する暴力的な脅迫だ。私はその光景を見て少し後ずさりした。私は凍りついた。今のは私の足音じゃない。今のは、後ろから聞こえた。ああ。もういいんです。僕があなたを解放するつもりだったことをご存知ですか？クイーン刑事。それとも、ベチュニア・フローレスと呼ぶべきでしょうか？
ちょっとした刑事ごっこでユーモアを交えればあなたのその厄介な第六感が満たされるかもしれないと思ったのですが、この場所を嗅ぎつけるとは信じられません。残念です。本当に、残念です。私の邪魔をするあらゆる不便の中でも、あなたはまだ、耐えられました。ある程度ね。彼は注射器を抜く。中には濁った物質が入っていた。これをあなた個人に使うつもりだったとは思わないでください。私はあなたを解放するつもりでした。本当に、約束します。しかし、状況は変わりました。そして、もう、あなたが私の愛を邪魔することはできません。エンディングを、この女の子を見たことがありますか？この後、他の選択肢も選んでみた。彼の言っていたことは本当で、主人公が解放されないのはこのエンディングだけだったよ。あのまま話を聞いても、黒はボロを出さずにそのまま家に帰ることになる。主人公の友達を突発的に誘拐したわけじゃなかったんだな。周囲の調査を念入りに済ませていたとはね。つまり主人公が厄介なようなら決して、そうじゃなければ波風立てないように返す。恐ろしいほどの冷静さだ。残念だけど、今回の捜査はここまでだね。ここまで視聴してくれてありがとう。最後にとある変わった選択肢を選んだらどうなるかを見せてこの動画は終わりだ。このシリーズを面白いと感じたら高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。私、バケツをひっくり返したかのように汗が滴り落ちる。黒は私の奇妙な行動に少し不快感を感じているようだ。今日は、デート。黒は眉を潜めた。あなたとデートを。デートを？二人の間に長い沈黙が続いた。私の家から出て行ってください。イエスサー。エンディング4。これは恋愛シミュレーションではない。ようやくたどり着いたぞ。セーフティーキーの削除お疲れ様。まさか選択肢を消滅させるプログラムがゲームファイルに仕組まれていたとはな。一番隠したいところだったのだろうけど、黒は都合の悪いものを隠しすぎた。そのせいでレムにストーリーを改変していることを気づかれた。さあ、彼が何を隠しているのか調べよう。黒からカップを受け取ると、不安の波が押し寄せた。今は飲まない方がいい。少し罪悪感を感じながら、カップを置いた。好みに合いませんでしたか？あ、いえ。全然そんなことない。暑すぎたから少し待ってから飲むわ。あ、なるほど。わかりました。私はカップを置いた。まだこれを飲むことはできない。理由はわからないけど、とにかく飲まない。空っぽの車内を見回した。彼が戻ってくる前にトイレに行かないと、顔に水をかけて目を覚まそう。私の記憶が正しければ、車両の端、キャッチャーへの出口のすぐ前にあるはず。トイレに入ろうとした瞬間、くぐもった泣き声が聞こえた。出口の後ろにある通路から聞こえる。中に入るのはやめた方がいい。余計なトラブルを招くだけ。もしこれがホラー映画なら、私は怪しい音を確かめに行って殺されるバカ一号になるわ。私は立ち去ろうとしたけど、すすり泣きはさらに大きくなった。困っている人を放っておくわけにはいかない。ちょっと覗いてみて、本当に助けが必要かどうか見てみよう。私はドアをきしませながら開け、隙間から中が見えるように体を傾けた。カップルのお姉さん、彼女が床に倒れてる。彼氏と別れたの？彼女に声をかけようとした瞬間、近づいてくる足音が邪魔をした。私は静かに息を止めてドアの後ろに隠れ、小さな部屋の反対側から人影が入ってくるのを待った。外を覗くと黒が地面にトレイを置いているのが見えた。その上には空のカップが2つとケトルがある。マークは？私の彼氏をどこにやったの？まあまあ、深呼吸をしましょう。吸って、吐いて。本当に残念です。あなたとあなたのボーイフレンドは、悪い時期に私のところにやってきた。あなたはあの女の子の飲み物に、粉を、入れてたじゃない。だから私たちは。はい、よく知っています。私もそこにいましたから。あなたのボーイフレンドは演劇の才能があったと言わざるを得ません。
彼は私に向かって腕を激しく振り回し、通報すると脅しました。恐ろしいことです。なので私も出演しなければならなくなりました。自己防衛のために。お願い、私は彼と一緒にいたいだけ。私を傷つけないで、彼を傷つけないで、お願いだから私たちを助けて。し、あなたは今、感情的になっているようですね。冷静に、落ち着いて話し合いましょう。お酒を飲みながら少しだけ。彼はケトルの中身をカップに注いだ。液体はドロッとしていて粘り気があり、ポタポタという奇妙な音を立てて滴り落ちた。おい、まさか。だけど彼は飲まない。その代わりに何かを考え眉を潜めながらカップを円を描くように回し、元の位置に戻した。あなたは愛についてどう思いますか？彼女は彼の突然の質問に驚いたようだ。どう答えてよいかわからず、恐怖で彼を見上げている。非常にありふれているのに、とても。難解です。正しく行わなければ傷つき、引き裂かれる可能性がある。すべての合理的な思考を奪い去る可能性がある。それは失墜につながる可能性がある。それなのに、なぜこのような自己破壊的な概念が称賛され、いや、育まれることが奨励されるのでしょうか？長い間、私はその理由を理解できませんでした。あるいはそもそも理解できなかったのかもしれません。結局、愛は人間的な感情であり理性や論理に縛られないものです。彼は優しく微笑んでいる。彼の顔には崇拝の表情が浮かんでいた。だけど奇跡が起こりました。それは私に愛する能力を与えてくれた。私が目覚めている間、ずっと続く奇跡でした。それがどんな心境かわかりますか？私がこの10年間どれだけ苦しんできたかわかりますか？しがみつくのに苦労するのに、手放すこともできなかった。彼女はすすり泣きながら激しく首を振り、彼の表層で湧き立つ怒りを鎮めようとした。愛は強力なものです。背中にナイフを刺されようとも、私の魂はそれに温かな反応をすることに驚かずにはいられません。そして今日、不確実な毎日の中でうずくまっていたのに、一目見ただけで愛がどれほど私を魅了したのかを思い出しました。本当になんと貴重で、貴重で、破壊的なのでしょう。ああ、私を見てください。取り留めのない話をしているわけではありません。一般的な会話では良い付き合いになりませんからこの話をしているんです。彼は彼女に恥ずかしそうに笑顔を向けたけど、彼女はそれに答えなかった。申し訳ありません。こんなに感動したのは、久しぶりなんです。普段はこうじゃないんですよ。あなたたち二人が単に調子の悪い私に遭遇しただけだと思います。彼の手袋をした指がケトルの表面を優しく滑る。よし、少し冷めたようです。最初に注いだ時はまだ沸騰していました。私のミスです。感情に流されてしまいました。彼は優雅にもう片方のカップに湯気の立つ液体を注ぎ、それを震える彼女に渡した。彼女は疑いの目でその飲み物を見つめた後、再び黒の方を見上げた。ああ、心配しないでください。薬も毒も入っていません。これはあなたが頼んだものですよ。ロマンチックな機会にぴったりなロマンチックな飲み物です。な。何？楽しんでいただければ幸いです。あなたの好きなものをすべて使って作りました。なんなの？あれは一体なんなの？戻らなきゃ。気づかれる前に戻らなきゃ。私は吐き気を抑えようとしながら、素早く静かに客車の自分の席に急いで戻った。私は急いでクッション付きの自分の座席に飛び乗り、不器用に携帯電話を探し回った。画面をタップする手が震える。だ、誰かに電話しなきゃ。降りなきゃ。どうかしましたか？顔色が悪いですよ。もしかして、見てはいけないものを見てしまいましたか？私は。ああ、リー、心配しないで。それは君のせいじゃない。君はそこにいるはずじゃなかった。少なくとも君の意志で小さなお茶会に偶然出くわすことはなかった。そうでしょう。お嬢さん方？部外者が僕のお話を台無しにしようとするのは好ましくありません。ここはどこだ？あなたたちとリーのつながりを断ち切りました。現時点であなたたちには占有する肉体がなく、この世界で存在し続ける方法はありません。宿主のいない寄生虫、プレイヤーキャラクターのいないプレイヤー。それでも接続が終了するまであと数分間は耐えられると思います。楽しめましたか？
私の理を、私の話を、私のストーリーをいじくるのは楽しかったですか？そもそも理はお前のものじゃないだろ。ご存知の通り、あなたたちの意思決定を制限するために安全策を講じておきました。私の利益を促進するための安全策。偶然このポイントに到達することはありません。あなたたちは、自分の好奇心を満たすために、意識的に制限を削除した。そしてその好奇心が私たちをここに導いた。面倒なことです。現実でも対処しなければならない障害が十分あるのに。この世界は私がどれだけ好意的にしても、リーが私の元を去るようにできているのはご存知ですか？なんだって？なるほど、どうあがいてもミッシングに繋がってしまうのか。一週間後、一ヶ月後、運が良ければ一年後、何かが彼女と私を引き離す。私たちの運命を変えるために早い段階で話をコントロールしようと思いましたが、その結果がどうなったのかはご存知ですね。なのであなたたちが想定より早くたどり着いたのにはイライラしますが、いずれこうなる運命だったのです。質問があるようですね。まあ、私たちはもう会えません。少なくともこの次元では。気を使っていただきありがとうございます。まずは、どうやってこの世界がゲームだと知ったのかを聞こうか。ああ、簡単なことです。私は教養科学が好きでしてね。この世界の本質は、論理と算術に依存する1と0だけの世界だと気づいたのです。すべてがあらかじめ決まっている場合、運命の結果を見ることは非常に簡単です。結局のところ、創造主が勢いを失う前に投入できるコンテンツには限りがあります。しかし、それは私が事前に決定された結果に縛られていることを意味するものではありません。それはあなたたちも同じです。私たちはこの世界の中で不安定な変数であり、ゲームを変えられる可能性を秘めた変数なのです。私たちは自分の結末を知っていたとして、それを甘んじて受け入れるつもりはありません。結局、お前は何者なんだ？プレイを始めて何分も経ったのに、まだ私の名前を知らないのですか？私は黒です。これでは満足しませんか？あなたたちは面白くないようですね。こいつ、このゲームはどうなる？それはとても簡単です。もうアクセスできなくなります。操作するプレイヤーキャラクターが存在しなければゲームは成り立ちません。後でゲームを開いてみてください。ただし、あなたは完全に失望することになると思いますよ。最後だ、なぜリーに執着する？リーと私には因縁があります。彼女が事故に遭うまで。私たちは仲良しでした。若い頃の話なので、この件に関してはあまり深く掘り下げません。しかし、あの日に起こったことは私たちの別れと再生のきっかけになりました。終わりの始まり。彼女は約束を忘れてしまったかもしれませんが。私は忘れません。機会は近い。私は彼女の言葉を守るつもりです。それが私の義務です。お前は正直に話すことを本当に避けたいみたいだな。はは。個人的な感情はやめてください。これは単に話し方の癖です。ああ、これでお別れのようですね。とても楽しいセッションでした。お嬢さん方、ご同行ありがとうございました。あなたたちのことが少しずつ好きになってきましたよ。もしかしたらまた会えるかもしれませんね。だけど今のところは、ここでお別れです。ダメだ、セーブファイルも全部消えてる。まあ、こうなるだろうね。黒はリーとの別れを避けるためにストーリーをいじくったんだな。黒の悲劇は、世界を変える力を持ってしまったことだ。彼の役割はリーを殺すこと、それはこの世界における絶対的な決定だ。それと同時に、リーを愛する役割もある。なんとかしようとすればするほど苦しむだろう。しがみつくのに苦労するのに手放せない。まさに言葉の通りだったね。今回の操作はここまでだな。ここまで視聴してくれてありがとう。このシリーズを面白いと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。